ベネッセの福原です。今日はですね、私たちというよりはむしろうちの会長の福武総一郎というのはもう20年取り組んできたこの、コンテンポラリーアートの運動についてちょっとお話をします。福武というのは、ただのアート好きの企業オーナーではなくてですね、大変ラディカルなおじさんで、私もそのラディカルさにも惹かれまして、彼のもとに馳せ参じて6年、この活動の方も、一応実務面の方をちょっとやらせていただきました。で、今日はその辺をちょっとお話したいと思います。これが直島です。面積は8平方キロで、住民の数は3300人で、上の方に、三菱マテリアルの製錬所があって、この南の方で我々が、アートプロジェクトをやってます。で、この島がですね、去年は36万人の人が訪れて、そのうち2割が外国人、今年は、7月から10月まで3ヶ月間瀬戸内国際芸術祭、というのをやりましたけれども、そこのこれが中核サイトですが、94万人の人が訪れました。一体この島に何が起こったのかということをちょっとお話をしたいと思います。遡ること1986年なんですけれども、ご覧のように当時の直島っていうのは、製錬場が長年こう、今は三菱マテリアルさん大変クリーンなオペレーションをやってますけれども、やっぱり長年の製錬でこういう形でもうハゲ山になってました。で、ここをですね、ある大手のデベロッパーが、当時バブルの真っ最中でしたので、ここをリゾート地にしようということで買ったんですけども、事業行き詰まって放り出したというところを、我々が購入をしたということ で、その時に福武はここにコンテンポラリーアートを持ってくることで、ここを世界 そのアートの聖地にしたいと。で、世界中から美を求める、あるいは発見を求める巡礼が来るように、四国風に言うとお遍路さんが来る聖地にしたいということで、とんでもないことを言い出しましてですね、で、パートナーに選んだのが、この方、安藤忠雄さんです。安藤さん、今年は文化勲章を受賞しましたけれども、当時その構想を聞いてもとんでもないことを言うやつだということで、大変驚いたということなんですけれども、その後、うちの福武が、経済や文化のしもべであるべきだ、経済利益を追求するよりも文化で人間に貢献していきたいと強く言い続けたんで、とにかく渋々ではありましたけれども、このプロジェクトに乗っかってきたということです。これが最初にできた、1989年ですけれども、これはキャンプ場です。で、ここにあるのがモンゴルから持ってきたパオ、ここで子どもたちにまずは瀬戸内の美しさを体感してもらおうということです。で、ここからちょっと本格的に動き始めるんですが、これが92年にできた、安藤さんの建築によるこちらがホテルか、それと一体化したミュージアム、ここにコンテンポラリーアートを置きました。これが最初の、出発点だ。で、とにかくメッセージ性の強い作品をたくさん置いてインパクトをつけようということで、運動が始まりました。これがさっきホテルができたんですが、これがオーバル島っていう、これは95年にまた安藤さん作りました。ここ池があります。ここはね、部屋のドア、夜になるとここがライティングされて、ここもものすごい幻想的です。これ小高い丘の上にあって、お客さんはトロッコで上に上がっていくっていう仕掛け、これはもう素晴らしいです。ぜひ体感してで、この後に安藤さんにしては珍しい木造建築で、ビーチ島っていうのとパーク島っていうもう2つのホテルを作りました。で、今ホテルは4棟ということになってます。それがモダンアートと連動してるということです。で、これが中の作品ですが、ブルース・ナウマンの100リバンダイっていう作品です。これは不規則な点滅を繰り返して、ここに例えばイータン・リーフとかイータン・ダイとか、キッサン・リーフと
キサンダイとかいろんなあの人間の日常の営みとリブとダイという言葉が組み合わさっている。じゃあ次をお願いします。でそこからこの、ミュージアムのサイトを使ってもあのアーティストに来てもらってですね、作品をやろうということで、これは最初にできたヤニス・クネリスという人の、サイトスペシフィックワークです。でこれはあの実はこれ鉛のですね、錆びた鉛で、島の人たちが使ってたお茶碗だとかお皿だとか流木を実はのり巻きみたいに巻いてる作品なんです。結構でかいんですけど、今はこの辺がですね重さでこう潰れてきちゃって、この辺があの隙間がすごいできてるっていうやつですか。でその次はこれリチャード・ロングっていう人が、この人めったにあの人目に触れるようなアート作品をやらないんで有名な人なんですけど、直島の流木を拾ってきて、まあ、こういうものを作った。それからですね、21の屋外の作品があります。でこれ草迷いのかぼちゃ2メーター近くあります。これはまあ割とシンボリックな作品ですけれども、では次をお願いします。これは蔡國強という中国のアーティストです。あの北京オリンピックの開会式のド派手なセレモニーの、仕掛け人というかプロデューサーやった人ですけれども、あのベネチア・ビエンナーレっていう、まあ、世界 の, あのコンテンポラリーアートの祭典がありますけれども、そこで我々ベネッセ賞というのをやってます。でその第1回の受賞者はこの蔡國強で、彼はですね、彼に作品を頼んだら風水師を連れてきて、その直島の中で一番気の流れるところどこか、ここを選んで36個の岩を配してですね、ここに気がこう反射してこのジャグジーのところに集まるという仕掛けで、これ文化大混浴、ホテルに泊まっていただければ入れます。とてもロマンチック。では次、いやこっからなんですが、こっからが直島の我々の、ワークの真骨頂ですが、廃屋が多いんです、過疎の島。これを次お願いします。こういうふうに変えました。それでこれだけで面白くないんで、中に次をね、これ宮島達夫っていう人が作ったんですけども、これ1から9までのカウンターなんですね。これは島民5歳から95歳の人までの島民の一番気持ちのいいリズムを刻んでもらった。それでカウンター一人一人のリズムが刻まれてます。次お願いします。これはですね、もう潰れちゃったお寺に、これ安藤忠雄の作品なんですけども、中に次お願いします。ジェームス・タレルっていう人、これは光の芸術家です。中に入ると真っ暗、何も見えない、自分の指も見えないぐらいなんですけども、目が慣れてくるとここにぼーっとスクリーンが見え始める。これ実はスクリーンじゃなくて空間なんです。これはものすごく面白い、ぜひご体感いただき。それから潰れちゃった神社、これを杉本博史さんが、これは正式な神社です。で次お願いします。これが中です。この上にですね、なんと24トンの岡山県の万成というところから持ってきた万成石を、これは光学ガラスの階段。じゃあ次お願いします。次お願いします。これは銭湯です。福武がですね、この大竹さんに、おい直島銭湯ないから銭湯作れというんで作りました。であの人はいろんなものを拾ってくるアーティストで、ここはあの漁船の操舵室。それですね、こういうことで、実はこれはもううちの所有ですけども、直島町に全部運営を預けて、外の人は500円、島の人は300円で入ります。ここの上がった利益は全部島の人たちに還元してます。ですごく島と島の島民とアーティストたちが滞在していることで仲良くなってきて、で実はですね、60代70代のおじいちゃんおばあちゃんがボランティアガイドで生き生きと語るんですよね、モダンアート、そういう世界になる。で実は事件が起こったんです。島で有名な名物じいちゃん、菊じいって呼ばれて、菊田さん、これ78歳、これがなんと島に来た28歳の京都のアート好きの女性と恋に落ちて結婚しました。それから島のおじいちゃんたちはあの活性化しちゃってですね宮浦港に行くとナンパしてます150人ぐらいのメルトモを作ってる
おじいちゃんもいて、これこそ地域活性化で、次お願いします。菊爺はこれです。この人たくましい。これはあの大竹さんが潰れた北海道の秘宝館から拾ってきた像です。貞子って言います。じゃあ次お願いします。それでちょっと時間がですねだいぶ押しちゃったんで、これ秩父美術館ってこれはもう素晴らしいんですけど、ちょっと申し訳ない、スキップします。福武に怒られますけど、この中にはあのこれ安藤さんの、秩父美術館で、中これクロード・モネの2メーター ×6 メーターの水田、中心にこれマンダラだと彼は呼んでますけど、5点のモネの水田があります。下はあの大理石、キューブ20万個ぐらいのキューブが敷き詰めてる。これも面白いんですけど時間がないんでカットします。それでですね、島の人たちはこれこののれんがかかってるところはトイレとかお茶無料で提供してくれます。あのお遍路さんのおもてなしの心とアートを求めるお遍路さんたちがそこでもてなしを受けるっていう形、自然発生的にできました。次お願いします。それで瀬戸内の島々に広げました。で次お願いします。であの今年やったわけです。で次お願いします。ですね、瀬戸内というのは日本の近代化の負の遺産を背負わされている地域です。例えばハンセン氏病の大島、それから産業廃棄物不法投棄で痛めつけられた手島、それから精錬所の直島、犬島、それからちっちゃくて過疎になっちゃった荻目木、こういうところに力を取り戻させるためにアート活動を展開しました。次お願いします。もう時間がないんで本当に申し訳ないんですが、戻ってください。これはですね、実は1978年から13年間悪い男が産業廃棄物を不法投棄しました。13年間ここに手島です。これ50万トン溜まっちゃったんです。で住民は必死になって香川県に訴えたけれども、香川県はノーアクション。これはミミズの養殖をしている場所だと信じ込んでる。そんなことはありゃしない、行くともう臭いで、フルタイヤを燃やす煙は高松からも見える、鳥が落ちる、海は死ぬ。で次お願いします。これが産業廃棄物の山です。で手島の住民はいくら訴えても全然香川県が対応してくれないんで、香川県からもう離れたいっていうところまで行きました。で1990年に至ってやっと中坊さんが動いて、兵庫県警が逮捕しました。香川県警ではなくてこの男だけど、95年まで処理がなされてなかった。で今はですね、それが実は直島に運ばれて焼却してます。20年かかります。で豊かな島であった手島が、海が殺されました。でも今本当に復権してます。でそこで活動をやってます。次お願いします。棚田、休耕田の棚田、これボランティアと、島の人たちとでまた稲作ってます。すごい美味しい湧き水ができるんで、手島の米はすごくうまい。で食とアートをテーマにして今回活動をやりました。次お願いします。まあこれ手島美術館、これもすごい素晴らしいんですけど時間がないのでカットします。次行ってください。これもカットします。はい、次これもカットします。これもカットします。カットします。今度これ犬島、100年前に捨てられた精錬所、今日のスピーカーの一人三淵博さんが、次お願いします。こういう美術館にしました。もう三淵さんに聞いてください。素晴らしい作品です。次、中はこうです。うちの会長が三島由紀夫の小島の屋敷を買ってですね、中のものをこっち持ってきてバラバラに解体してこういうふうにしました。次、これはですね、小木、この中学生、もう一人男の子いるんですけど、この子たちが卒業したら中学校なくなるんです。誰も子供いない。彼ら最後の年に芸術祭やったって言うんで、彼ら本当にエキサイトして英語でマップを自分たちで作ってみんなをもてなしてくれました。次お願いします。これこの子たちがまた椅子作ってます。次お願いします。椅子をこういうふうに神社に置いて、これもアートになっちゃいました。次、これもちょっと飛ばします。これ女木島ですが、これが
ハンセン氏病の大島です。でここでもやりました。次お願いします。優しい美術プロジェクトという形で今もこれは多分活動続くと思います。ぜひ大島を訪れてください。100人のハンセン氏病の患者がまだ住んでいらっしゃいます。もう涙が出そうです、彼らの話を聞くと。次お願いします。これが支えてくれたボランティアたち、小エビ隊。次お願いします。あ、終わりですね。それで最後に言いたいんですけど、この活動を支えているのは財団、福武財団ってのをやってるんですが、これはですねベネッセット会社、上場会社の株式をの大株主になってます。でその配当収入でこの活動は成り立ってます。だから企業は儲ける、ただし株主と我々のこういう活動が本当に同じベクトルに向くことはものすごく大切だと思います。だから僕は一生懸命ベネッセの経営舵取りやらせていただいて、たくさんの配当を株主に払う、つまりここのアート活動を支えるってことがうちの本当に大事な企業の使命だというふうに思ってます。ありがとうございました。